ちゃ。こんにちは。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ね、4040というね、素晴らしい快挙ですが、まあ、メジャーでも6人しか達成したことがないという記録をね、うん、まあ、昨日、達成 してましたね。ねえ、ちょっと情報としては遅れましたけども、まあ、ぜひこれは撮っときたいということで、うん、まあ、今日撮りますけど、今からね、豊さんもね、もう話したいこといっぱいあるからね。まあそうそう、うん、まあこの記録に隠されていることっていうのはもう最速ねえ、びっくりします。126試合ねえ、ねえ、アンド同日日達成ということで、そう、そのね、ホームラン打つ前に40盗塁目を決めた、決めたという、ね、うん、まあ、同日に、やるっていうのはなかなかね、これ奇跡的なことだと思うよ。いや、本当そうですよ、ね、そのシーズンの積み重ねですからね、はい、うん、でそれもサヨナラ満塁ホームラン、そう、サヨナラホームランというのは大谷自身が初めてということ、ね、で満塁がプラスされたということね。これ2アウトで9回裏、はい、回ってくるというのもすごい奇跡的ですよね。まあ、まあ、そうだね、うん、はい、で4040の達成可能性あるかという、50-50 ね、はい、残り33試合ということで、単純に考えたら達成するんじゃないのって、まあまあそうだね、思うんですけど、まあ、そういうことをちょっといろいろ話していきたいと思いますね。はい、看板やちんちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ今日もね、対策をこう作りましたけども久しぶりに、さあ4040126試合での40号ね、3試合に1本ペース、はい、ね、で打ってるということ、まあ、3試合3点いくつかな、うん、のそのペースっていうことを考えると、残り33試合あるということは、うん、まあギリギリ到達できるかなという。ただまあホームランとか盗塁とか、うん、まあ1試合に2本とか2個とか、うん、まあ3個とかね、3本とか、うん、まあ可能性があるんで、うん、十分可能性があるということで、はい、ただ4040もこれメジャーの歴史上6人しか達成してないし、うん、その中でもバリー・ボンズとか、ロドリゲスとか、そうそう、もうそうそうたるメンバーの、仲間入りをしたというね、いうことで、まあ、40本の経験はないけど、うん、俺、うん、56盗塁っていう、そうよ、まあ数を走ったことがあるんだけど、取るようになった時ね、はい、うん、これね、一言で40って言うけど、うん、もうほんとヘトヘトになるよシーズン、ね、うん、だからもうそれをね、ホームランを打ち、盗塁もし、うん、ね、達成をしたということはもうすごいことだよね、これはね。ねえ、なんかどんだけの伝説を作るの大谷選手って本当思っちゃいますね。まあ伝説というか彼の中にとってはもう本当に通過点でしかないし、うん、余力を残しながら通過していってんだよね。なんかこう4040も今シーズン取るぞみたいな感じではないじゃないですか。まあでも、もうそのなんていうの、純粋に全てに対して挑戦をしていって、うん、どのぐらいの数字が残るかなっていうね、今年はリハビリ中でピッチャーできないんで、うん、そうそう、打者にかけてたと思うんだけども、うん、でその可能性を自分で探るという今年の旅だったと思うんだけどもね、うん、まあだけどそのヒフティフティヒフティやったら史上初だからね。その前にね、4545っていうのもあるらしくて、それも史上初なんですよ。あ、みんな4040やってる人たちっていうのは、うん、41、2本で止まってるもんね。一人ソリアーノ選手というのがホームラン46本、ただ盗塁が41。ああそういうことか。はい、で盗塁ね、昨シーズンのアクーニャ選手なんて73盗塁してるけれども、ホームランは41とか、うん、こう両方45を超えた選手はまだいなくて、まあそうだね、まあ、ただね、うん、盗塁の部分に関して言えば、うん、走りやすくなってるよね昔とは。あ、これなぜかというと、うん、その牽制の数って決められてるし、うん、3球以上やったらもう次はできないというね、まあ、規定の中で、うん、盗塁を試みるから、うん、それはある程度その大谷にとってはプラス材料だよね。なるほど。ただやっぱ50本ってなるとさ、うん、やっぱすごいよねこれは。ね、やっぱプレッシャーとの戦いになってくると思うよ。盗塁っていうのは俺簡単に50ぐらいはクリアしていくと思うけど、うん、やっぱホームランだよね。
ねえ、あのやっぱこっからやっぱこう史上初のことに向かっていくから、うん、まあ大谷だったらそんなに意識はないかもわからないけども、うん、なんて言うんだろうな、プレッシャーはそれなりに俺はかかっていくと思うよ。やっぱ大谷選手でも、うん、だからそこをどうクリアしていくか、うん、まあ、これがやっぱこうこれからの大谷がどうクリアしていくかっていう楽しみがね、うん、まあ一つあるけどもね。ねえ、うん、ただ、まあ、うん、やっぱこう驚異的なスピードだよね。126試合で40-40を達成するというのはね、うん、まあ、みんな150試合ぐらいに行った時に達成してるのかな。そう、このね、あの最速ぶりもすごくて、あの皆さんもちろん9月に入って、あ、一番早い人でも9月の16日、うん、147試合というところなんですけど、はいはい、まあ、151、152、153、158試合目という達成なんですね、はい、でもうグーンってもうその差を縮めて126試合ということは21試合少ないんですよ、今まで最速の人より、ね、いやだからもう40-40っていうのをもうやってくれないと、あ、50-50か、もう間違えるな、うん、をやってくれないと、うん、まあ、ちょっと困るよね。困るよなんて言ったらまたそれがプレッシャーになるから、やってくれるともう本当嬉しいよねっていう。やってくれると思うよな。それも日本人でね、もうもちろん日本人初だから ね、 今回メジャーの素晴らしいところって、うん、やっぱこうライバルにジャッジがいるんだよね、うんうん、ニューヨークヤンキースの、はい、で彼も大谷翔平のことは称賛してて、うん、だけど彼のすごいところってやっぱ人を認められるっていうところだよ ね、 ね、自分もすごいのにさ、うん、なんかメジャーで今48本か9本かなんかこうホームランを打ってて、うん、110何打点上げてる選手がね、うん、で彼は守備についてももうレーザーウィーム肩もめちゃくちゃ強いしさ、うん、そういった選手が大谷に対してね、うん、やっぱちゃんとリスペクトしてるというか、うん、まあそういうところもやっぱ素敵な、よく比べられるんだよジャッジとね。でもね比べようがないと思うんだよ、まあ、全く彼は二刀流だしさ、タイプが違うし、まあ、タイプが違うしね、うん、今年は打者として専念してるからまあこういう数字が残ってるかもわかんないけど、うん、やっぱピッチャーでこの数字を残せるか、ピッチャーをやりながらね、うん、残せるかって言ったらちょっととてもじゃないけどこの数字にはいかないと思うんだよね、うんうん、だけどその中でリハビリ中なのにこういった偉業を達成するというね、ジャッジにこう素晴らしいコメントをね、もらってるみたいだけども、うん、ただこれってやはりあの二刀流ができない今シーズンだからこそっていうのもあのチャンスだったっていうのもありますか。絶対あるよ ね、 ねということは、いやこんなに試合に出れないと思うしさ、ねえ、うん、それとやっぱこうエンジェルスの時もそうだったけど、うん、二刀流でフル回転してる時はやっぱシーズン後半に体に痙攣が来たりだとか、まあ、緊急降板したりだとか、うん、まあ、そういう事態にも陥ってたからね、そう、まあ、相当な体力がいると思うけども、ね、でも40-40でもこれはね相当な体力がいると思うよ、うん、まあ確かにその DH でね、うん、あの守りについてないということが一つのプラスかもわからないけども、うん、でもねやっぱ DH っていうのはそれなりに打たなきゃいけないっていうプレッシャーもあるし、うん、だからでも40通り走るって言ったら相当足もパンパンに張ってくるしね、うんうん、だからその中での達成、うん、ねえ50-50やったらもうほんとすごいと思うよこれは、ね、うん、残り33試合ねえ、まあ俺はいけるというふうに信じてるんだけども、ね、どうですか。もうなんかこうね、何かあるかというかね、本当にさりげなくやってのけるのですごいこと。まあそうだな、だからまあね、40号、うん、打った、まあ、サラナの満塁ホームラン、うん、まあ、初球のスライダーだったけども、この日5打席目なんですよね。そうね、それまでも一応あのね塁に出て盗塁してるから、うん、ヒットあったのも内野安打で出て、まあ、最初はファーストライナー、うん、ショート内野安打、うん、ショートゴロ、うん、セカンドゴロ、うん、で5打席目ということだったんですけど、まあね、5打席目の初球、まあ、これそうだね、なかなかね打ちに行けないけどさ、しかもその9回裏の2アウト満塁の状況でピッチャーですけど、決してこれは失投とかそういったことでもなかった
ですよね。まあでも満塁だからストライクを取りに行かなきゃいけないっていうのはあったよね、うん、まあ、それでも取りに行ったボールがじゃあ甘かったかというと決して甘くはなく低めのね、まあそんなに大谷じゃなかったら大谷翔平じゃなかったらホームランにならないようなボールだったんだと思うけど、あれはやっぱりこう持っていけるだけのパワーと、まあ、体のスピードコンタクト、まあ、全てにおいてやっぱり素晴らしいものが凝縮されてるホームランだったというふうには思うよね。その日の最終打席っていうこともあってまあでもね、うん、最終打席っていうのはまあその大谷の中でもまあこれは頭にあったと思うんだよ。そうそう、それがあるとその前に盗塁してるからね。そうそう、40個ね、余計なんか自分の中でプレッシャーになってしまうのかな、ね、と思うけど、うん、でもねそれは楽しみ、いやここで打ったら同日だなみたいな、まあそういうこともおそらく脳裏にはあったと思うけども、うん、なんかそれを楽しんでるように見えるよね。うん、だからこれはもうなんていうの、大谷が狙ってやったっていうような、まあそう言ってもいいと思うよね。最後なんかまあサヨナラヒット、チームが勝つことを優先したと思うけども、まあだけどそのホームランだとかっこいいなみたいな、そういうことは少し頭にあったと思うよ。野球選手だからかっこよすぎでしょ。いやいや、かっこよすぎ、いやだから大体がかっこよすぎるんだよ。そうよ、だって試合勝つさよならなんていうだけですごいのに、うん、こういろんなものがついてきて、まあまあそうだね、それがメジャーの大記録になるっていうのが本当すごいですよね。まあそう、まあ、それとドジャースを考えるとちょっと追い上げられてきてるからね、うん、他のチームに、うん、いやだからこう逃げなきゃいけないんだけどもさ、でも逃げるに至ってね、まあこういうことで勝ちゲームを作ってくれる大谷翔平っていうのはやっぱもうすごいなと思うよね。移籍1年目だよ。本当よ、ね、なんかもう何年もいる選手のようにね、うん、ちょっともうドジャースの色にぴったりハマってますけど、うん、まあそうだね、まあだからまあこれからね、残り33試合ね、なんて言うんだろう、目が離せなくなったね、ね、もう一本打つたび、一つ走るたびにもうみんなカウントダウンしますよね。そうだね、ね、まあ、そこがやっぱプレッシャーとかね、うん、意識過剰になるっていうことはもう周りからそういうふうな状況に追い込まれるんだけども、まあ、大谷だったら多分ね達成すると思いますよ。それでその歴史的瞬間をやっぱ見たいね。ね、本当、うん、これも次ピッチャーとまた二刀流が始まるとなかなか難しいっていう風になってくると、うん、もうここでやっとかないとっていうね。まあそうだね、まあ、40本は打てるかもわからないけど、ピッチャーやりながら40盗塁っていうのはなかなかやっぱこう危険度もあるしね、うん、なんか難しいかなとは思うけどもね。あとはもう怪我しないように33試合、どういう数字が残るか ね、まあ楽しみにしたいと思います。はい、もう率直に何、この今回の記録豊さん見てどう思った？いやもうすごいよ、異次元だよね。もう異次元、ね、日本では秋山浩二という選手が一番可能性を持ってた選手なんだけど、はいはい、40本打ったけど、うん、盗塁が足りなかったと、うん、盗塁は行ってたけど38本に終わったとか、うん、あちょっとねやっぱちょっともったいなかったんだよね、うん、無理したらいけたんじゃないかと思うような、うん、まあ、数字、まあただメジャーとは試合数が少ないから、あの日本はね、そういうね、うん、だからまあ記録的な数字っていうのは伸びなかったけども、でもメジャーでやってのけるっていうのはさ、まあ夢みたいなもんだよ。いやね、もうこの活躍は本当日本人の誇りですね。まあ誇りだし、うん、まあ今後なかなかやっぱもう出てこないと思うよ、うんうん、でも本当に史上初のことをね、4040はいるから、うん、6人、うん、6人目だから、いないから、4545もね、まあまあそうだ、ね、まあまあだから史上誰もいないというところに、あ、目標を置いて大谷選手のね名前がそこに刻まれること考えるともうドキドキしますよ。そうだね、うん、まあ頑張ってほしいと思います。はい、はい、続いて